ごい重たい。切ってないよ切ってない、アイロンしただけ。アイロンで巻いただけです。切ってないです。短くなったのはアイロンしてるだけ。朝はアイロンしてなかったから、あれはドライヤーしただけの状態。は今はアイロンしてる状態。さっきアイロンしたばっかだから前髪そんな巻きがかかってる状態だ。いい天気、今日寒いよね。いい天気、いい天気、雨降ってないってことか。まだ外出てない。もう台風過ぎたのか。ね、今日寒い、涼しい、寒いと思うんですよね。涼しい、外寒いかな。でも分かんないや、ちょっと涼しい。今日だってエアコンも扇風機もつけてない、今昨日からつけてないや。ちょっと涼しい。今日午前中もうちょっと涼しかった。これからもう暑くなんないのかな。嬉しいなまあもう暑くなんない。いや最後にはしないどこでしようかな。どっちでするか迷ってる。15時からか17時から。ねるねるねるねは一枠で絶対終わるから、あれどっちがいいかな。17時からの方が見れる人はいいかな。17時からにしよう。大人のねるねるねるね、なんかね美味しそうな味だった。なんかぶどう何味だっけ、ちょっと待って。赤白西の本格ぶどう、プレミアムな味わい気になるわ。チップチップスも買ってない。こっちしか買ってない。難しさの表記とかあったのね、全然知らなかった。難しさ2
じゃないんだ、2なんだね、これ。1のやつってどんなんなんだろう。普通のよりちょっと高いの。ああ、どうだろう、わかんないな、見てないや、普通のと比べてない、わかんない。この前のやつ難しい。いや、わかんない、見てない。いくつだろうね。対象年齢どこに書いてあるの。この商品にお酒は入っていませんって書いてある。対象年齢どこ書いてある。見当たらないよ。知らない、わかんないよ。対象年齢知らない。何歳からとか書いてない。いいね。これ難しさ星2らしい。見るかな、ごめん。めっちゃ飛んでる。年齢とは入ってないね。これじゃあ17時からの配信で作る。17時からの配信、うん、一番最後の1個前で。最近出たらしい。知らなかった、出たことすら。花火さん聞いてした。いつもの最近出たやつ、普通のやつしか食べてない。あ、この間食べたのワクワクねるねる、ちょっと大きいやつ初めて食べた。あれも今まで普通のやつしか食べたことなかった。なんかぶどうとさ、ソーダ、サイダーみたいなやつ2個あるじゃん、普通のねるねるねるね、あれしか食べなかった、食べたこと。ぶどうの方が好きだったな、普通のやつ。ソーダも美味しいけど、トッピングがラムネよりさ、なんか違うじゃん、ぶどうとさラムネかな、ソーダ味か、ソーダ味でトッピングが、ソーダ味はラムネが入ってて、ぶどう味はなんか飴みたいなキラキラの、こうなんかなんていうの、ちっちゃい飴みたいなのが入ってて、飴砕いたやつみたいな飴が入ってて、そっちの方が好きだった。両方食べたことあるけど、
可愛い。確かに山着ないからね。今日は白。持ってるんだけどね、白い T シャツ。持ってるのは持ってるよ。普通に私服どこで着たりする。私服で。あ、落とした。櫛持ってたら落とした。クシャとした。白い T シャツ。冬着ない白い T シャツはもう。けど私服はね意外と何着だ分かんないな。Tシャツね、半袖の Tシャツで。いや分かんない、何着あるか分かんない。4着以上ある。何着以上あるか分かんないや。でも確かにこの引き出し入ってる着出し、服入ってる T シャツ入ってる着出しはちょっと黒、黒多めではあるけど、暗色、黒とか暗色が多めではある。他の色もある。白さ着てる時に限って汚しちゃうんだよね。着て出かけた時に限って、それが嫌なんだよな。汚さないようにしなきゃって思った時に限って汚しちゃう。それは全部コギムだったりして。そんなコギムの T シャツないよ。1着しかない。コギムの1着だね。コギムのやつとウサギさんっていうコギムの仲間みたいな。その T シャツが一着ずつ。黒く汚してるけど見えてないだけ、気づいてないだけ。でも黒そんなないな。黒着てる時に汚すこと、まあ、あるけど、でまださ分かりづらいじゃん。落としてさ残っちゃったみたいなのがないからさ、まだ。白い服でさなんか飛びそうなやつとかさ、こう麺何かスパゲッティとかさ、なんかそういうやつ、こうケチャップのやつとかさ、服についたら落ちないだろうなってやつ食べてる時とかさ、あなんかつけないようにしなきゃって思って食べたらさ、時々やっちゃうんだよな。そういう時に限って。いや黒だったらさ、ついたら汚れるけどさ、まだ分かりづらいじゃん。完全に落とせなくても。いやだからさ、まだあれだけど、なんだろう、そこまでこれ絶対につけれないわとはならないけど、もうつけたくないけどさ、落としたくないけど、服に。あと黒のが落ち着く。寝すぎだと、寝すぎだとね。私服は結構黒いが生きるからあれだけど、カレーうどんは危険ね。面白く着てる時にカレーうどん食べたくないや。うん、飛んだら最悪だもんね。
でも全然ないことはない、白い T シャツ普通にある。600日だけど、なんか明日なんかケーキかなんかちっちゃい大きいのは買ってこないけどちっちゃいのなんか買ってこようかなと思ってるけど、手ぐらいかな。そんな感じで考えてる。欲しくなったからコスプレでしないよ、600日はしないです、しない。いやまださ、レッサーパンダもさ、サンタさんはちょっと季節感おかしすぎるし、レッサーパンダ暑いよまだ、さすがに。ちょっとあんなモコモコなのは着てられないわ。レッサーパンダは結構モコモコだからね、こうなんて言うんだろう、表面も裏も裏肝の感じみたいな、ああいうモコモコな。感じだからな。普通に暑いと思う、来たら。昨日のやつに中華して浴衣で配信。昨日のやつに中華してもうないよ、食べちゃったから。ない。明日はしない。明日はしない。何も着ない。コスプレ着ない。しないよ明日は。何もしないかな、コスプレは。期間中こそ配信ないよ。なかった。いや、ね、そういうつもりはなかったんだよね。何ちゅう海鮮ラーメン。海鮮ラーメン珍しくない？海鮮ラーメンって海鮮ラーメン食べたことない気がする。入ってるのに過ぎ、過ぎ多分あんま分かんないと思う、違う。普通に T シャツ着てるだけだから。上半身しか見えないしね、T シャツだから分かんないと思う。やったら昨日とかもレッスンだったけど、海鮮ラーメンって名前だけど美味しそう。確かに海鮮ラーメン食べたことないな、そういう感じの。普通のラーメンしかないと思う。23時から、ね、いや23時よりもうちょい前から始めようと思ってる。22時台かな。長崎ちゃんぽんは海鮮ラーメン、長崎ちゃんぽん、ああいう感じのちゃんぽんでラーメンバージョンってこと。
美味しそう。わかんないけどね、そういうやつか。ラーメン食べたくなる。うさぎちゃんくん水にあるけど、お前うさぎちゃんくんお店でリンゴハットしか食べたことないかもしれない。リンゴハットだけしかないかも。お昼ご飯、お昼ご飯これから。以外で食べないな、あんまちゃんぽん家でもそんな食べないけど、家でちゃんぽんの話しないから、家だったらサラダだね。家でちゃんぽん食べないよ。先生ダメな隣人のご飯はどんな感じ？ダメな隣人のご飯は、うん、あ、あれなんかセロ蒸しのやつ、うん、の上にそのお肉が乗ってて、黒毛和牛か乗ってて、そこに卵黄をね落として食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。なんかタレみたいなの美味しかった。めっちゃ腹いっぱいだったけど、なったけど美味しかった。ラーメンとご飯初めて頼んだ。ラーメンとご飯いつもラーメンだけしか頼んだことなかった。ラーメンも美味しかった。あ、そう、ひな子も同じの頼んでた。美味しいよ。ダメなリンチ。すごいね、なんかできたぐらいの時に SNS ですごい話題になってて、すごい、それでずっと気になってて行ってみた。なんか卵とか海苔とかなんかいろいろ、あとなんかなんだっけ、なんかいろんなね調味料が置いてあって、使えないに全部どれも入れ放題、海苔も好きなだけ入れていいみたいな。あ、今日からスタバ新作か。芋気になるんだよね、芋フラペチーノ。前回のさモンブランのやつは、モンブラン違う、なんだっけ、栗のやつか、モンブランラテ飲んだ。モンブランラテ、フラペチーノの方飲んでないや。トッピングの栗が美味しかったね。美味しかった。でも芋も飲みたい。新しいフラペチーノ。芋。でもゲソ今回は。今回は期間なちょっと普通ぐらいだよね、いつも通りぐらいだよね。フラペチーノの期間、前回の栗のやつめっちゃ短かったんだよね。トータルゆっくりしてね、ゆっくりね。したいけどできなさそうな気もするけどね。
コンサートがあるからね、10月の初めに。それに向けてだな、準備。ヨーヨーナイス飲みたい。フラペチーノ。え、じゃあさ、なんちゃらラテみたいなやつも出てんのかな、そのあったかいバージョン。たば新作。美味しそう。芋肝ブリュレフラペチーノ。ブリュレっていいね。ブリュレって美味しい。あ、かぼちゃか、なんか見たわ。パンプキンスパイスラテ。スパイスってどういうの。どんな感じの味なんだろう。あ、パンプキンパイをイメージしたビバレッジ。クリーミーで甘みのあるパンプキンの味は2月の英語をはじめ、さまざまなスパイスの風味がアクセントになってます。パンプキンパイなんだ。え、美味しそう。それなら昨年15年ぶりと再登場。やっぱあったよね、去年も。去年飲まなかった。これスパイスって どんなのだと思って飲まなかった。やばい、43分だ。携帯見てたの、時計見てない、こっちね。13位からランキング読みます。13位イルカさん、ありがとうございます。12位大地さん、ありがとうございます。あ、あれ、よかった。13位かも変えますね。13位丸岡由紀さん、ありがとうございます。12位ベベモンさん、ありがとうございます。11位まるさん、ありがとうございます。10位ひろくんさん、ありがとうございます。9位リボンさん、ありがとうございます。8位ずーしみペンスーケさん、ありがとうございます。7位としのいさん、ありがとうございます。6位とわさん、ありがとうございます。5位 RS さん、ありがとうございます。4位イナバウアーさん、ありがとうございます。3位レディオスジオンシさん、ありがとうございます。2位コクヨさん、ありがとうございます。そして1位がムムさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。よかったよかった。いつもさ、時計置いててさ、時計で時間見てるんだよね。携帯の方全然見てなかった。次は15時からですね。ねるねるねるねは17時からの配信で、次の配信では作らない、17時からの配信で作ります。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。次15時夕方じゃないか、次の配信で。また後で。またね、ありがとうございます。